5月13日、阿蘇憩いの村敷地内で、阿蘇みんなの森森林学習展示館リニューアルオープン式典が行われました。式典には、塩谷よし子熊本県知事や、来賓、阿蘇地域の緑の少年団など、約100人が参加しました。森林学習展示館は、森林や林業に関するパネルにより、森林の役割などを学習するため、熊本県が第36回全国植樹祭を記念して、昭和61年4月に設置した施設です。その後、森林に対する期待は多様化、高度化しており、森林を取り巻く環境の変化に応じて、展示棟の内容改善、リニューアルになりました。館内には、樹木に触れて学べるコーナーをはじめ、森林・林業の役割や自然環境について学習できるパネル、最新の阿蘇の自然に関する情報なども掲示しています。